出役もやってるし、社長もやってるし、いわゆるそうやってスタッフ側の目線もあるじゃないですか、はい、浪川さんから見て僕ってどういう風に見えてるかちょっと教えてほしいんですよ。引っ張る力はすごいあるじゃないですか。何かやりたいとか、もう今回これもうしつこいぐらい連絡してるしどうしてもっていや、そう、そのまっすぐさは分かる。そこは多分もともと持ってるものなのは、もう多分直せって直んないし直さなくていいとこだし、はい、とは思うんですけど、なんかね、振れ幅はどこまであるんだろうなっていうのは知りたい人は多いんじゃない。あー、振れ幅、例えばまっすぐな役とか、ちょっとアホっぽい役とか、その元気なキャラクターとかは、もう多分ドンピシャじゃん。もう、ありがとうございます、はい、でもさ、逆にそのちょっと神秘的とか影があるみたいなところって、まあ悔しいかもしれないけど自分にはあると思ってても、前から見ると太陽みたいに見えるから、その月の部分がどの辺なんだろうなっていうのはもうちょい見せてってもいいんじゃない。なるほど。そう、神秘的に関しては多分ないです僕例えば芸能出た神秘って誰ですか。大先輩で豊田栄一さん。ああ、なるほど。もうでも超名優じゃないですか、はい、ディーン・フジオカさんとかもそんな一番そんな感じじゃないですか。そうそう、ディーンさんとかもそうね。そうですよね。いるの本当にみたいな。いなそうですか。いそうだもん。いやー、それいそうだわ。声優やっててもそうなんだけど、大体人気あるキャラって、はい、裏切ったりとか、闇落ちしたりとか、ああ、闇落ち、なるほどなるほど。でもそういうのって、ゲームとかも結構こうみんな好きなの。なるほどね。で、闇落ちキャラだったら何が一番人気ですか。ガンダムユニコーンとか。ああ、ユニコーンがいっぱいやってるんですか。まあそれこそスターウォーズとか。はいはいはい、アナキンとか。アナキンの闇落ちやばいっすよね。やばいよね。残殺が多すぎる。ひどすぎる。まずダメあんな。まあまあ偉そうは言えすべて。リリーとかも敵とか多い。僕なんかそうか。ああ、そっか。だからフランクも年齢重ねてきて、いい敵とか見てみたいなって思う。なんかさっき言ったもう忘れちゃってるけど、縦と横の糸ですよ。縦と横のつながりのみが力になる。すいません、あれ確かにそうですね。めっちゃ笑ってるけど大事ですよ。これ真面目な話すると、はい、やっぱ自分にももうちょっと勉強したいなと思うのは、なんか聞く力みたいな、話すの上手にしたいなと思ったんだけど、いくらそれ勉強してもやっぱりなんか頭打ちだったのね、自分の中で。そうなんですか。時に MC をやることが増えてきて最近、はい、なんだろうなと思ったら、やっぱ聞く力、うん、聞く力、なんか思わず若い人ってこう何でもなんでも自分が自分が自分がちょっと爪痕残さなみたいな、多かったけど、一回聞いてどうやったらもっと面白くなるかなみたいな、あと人をちゃんと人も生かさないと自分も生きないみたいな、なるほどなるほど、なんか学んできた気がする。あ、じゃあ何川さんから見て僕聞く力、あの星5中星何くらいだと思います、ちなみに。何が配線から見て5マックスだと、はい、5マックスだと。テレビも見させてもらってるけど、あ、もう3は言ってるんですか。よし、嬉しい。まあまあ、まあ、多めに言ってね。いや、嬉しい多めに言ってね、多めに言ってね。食べログでここスタンだったら行きますから、俺。でしょ。だから3だったらもうね、平均点は言ってますいや、嬉しいです、嬉しいです。まあ、僕はこんな偉そうなこと言うのもあれですけれども、俺からしたら浪川さんは星の中星なんですもうめちゃめちゃ聞いてくれるんで、いろいろ僕の場合はもう最高に僕はこう若い声とかによく言うんだけど、はい、上司っていう言葉があるじゃないですか。はい、ありますありますよね。で、常識って人が作ったものじゃないですか。はい、そうです、ね、で、常識は僕は壊した時に初めて成長があるんじゃないかなと思って。かっこいい。そう、僕さえできてきましたからね。はい、いいんだよ、壊しが早い。あと、それともだってレギュレーションっていうのがある会社にいろいろとルールみたいなのがあるし、そう、そこのなんかこう組み合わせ、聞く力と常識を壊したい、新しいものを作りたい、
だけど向こうには向こうの言い分がある。だからそこを どこまで寄り添ってどこまで挑戦していくかみたいな、ズバッと見違えることはないんだけど、なるほど、ちょっと見違えるだけで歪みがグッていく感じがする。なんかそれ聞くとちょっと怖いですね。今までそういうの考えたことないです。確かに僕は人に甘えてばっかだったでも普通の人ってちょっとだけでだいぶ広がっちゃう可能性があるの、だからいい人に出会って。いやでも確かにそれは、あともう一つはその、これは声優あるあるで俳優さんにも当てはまるかっていうところもあるけど、あの僕はキャラクターとの出会いって言ってた。あキャラクターとの出会い、あの音楽とかストリートミュージシャンもそう、俳優さんもそうだと思うけど、何をやったか、役とか、その出会いは大きい。確かに、もうめちゃめちゃそれ分かります。本当にソウスケに助けられてる部分ありますし、僕もそもそもヒーローが好きだったんで、なんか結構言われるんですよ。なんかヒーローいつまで引っ張るのみたいなことをやっぱ言われることあるんですけど、引っ張るの何が俺もともと好きなものになってるから、なんか俺ずっと言ってたいんだけどなって思っちゃうんですよ俺は。でもそれはね、なんか伝わりますよ。なんか逆に利用してると思われると嫌じゃん。ああそうですね。それが、あれだけど、そこじゃなくて、フラーラ君の場合は、だ本当に好きなんですか？いや、めっちゃ好きっすね。っていうのは、だから、そういうふうに、まだ応援してくれる人からはあんまり思わないんじゃないですか。いや、でも、本当に確かに聞く力と、縦と横の糸の話は、もう本当に、いや、そうですよ。これ大事ですね。これ大事ですよ。常識を壊すかね、これ大事ですね。そうです、そうです。常識はちょっと壊していこうと思いますよ。本当いや壊し方もあるからね。壊し方。あと、はい、もう一個最後に。はい。あの、マガです。あれ最後に。マガですか。俺はドラゴンボールとかワンピースの声優さん一回やってみたいです。マジでこれ。やね、やってみたい。やってみたい。やりたいですよ。あのなんか声優のしかも大御所のしかもこんなプロの方にお前何言ってんだと思われるかもしれないですけども。もしやれるとしたら、これなんかアドバイスとかありますか？どうやったら僕がその声優さんというか、なれますか？いや、別に声優さんは、なんだろう、資格があるわけでもないから、今だってね、俳優さんとか、タレントさんがやること、芸人さんがやることも多いじゃないですか。はいはいはい、同じですよ、役作るの、多分。できますよ、そんなに。もちろん、絵に当てるとかもあるし、でもそれって戦隊でもやってたじゃん。自分だったかもしれない。やってました、やってました。秒数見て。そう。だから、そういう、マイク前に立ったことないとこからしたら、多分、だいぶ先に進んでると思う。あ、じゃあ、あの1年間のオールアフレコが、しかも僕たちで最後だったんですよね、オールアフレコって。真剣じゃなかったのは、もうビデオなんで、こうやって音声されるんですけど、そうか、そうだった。あ、そうだった。ただね、一つ、フレアくんが誰よりも苦労するだろうなと思うのは、自分がどうしても出てくるから。あー、そっか。でも、キャラクターなんですよ。キャラクターが喋ってるんで、はい、自分が喋ってるわけじゃないんで。なるほど。この差を埋めるのが、すごい、どうしてもフルハラですが出てくるから、フルハラですが出てくるから、そこは苦労する。あ、なるほど。そこを消せるかどうかじゃない、ポイントは。あと多分できると思う。今フルハラみたいにやっぱ夢は言葉にしてるから、言霊、特に声優だからそうだから、言霊だから、はい、やっぱり口に出していった方がいいと思う。なるほど。いや、そうですよ。そのままでも大事だと思ってて、やっぱ言ったことって言わないと基本実現しないなと思ってるから、僕はワンピースとドラゴンボールの声優さんもうやりたいです、本当に。王道だね、アニメも。うん、大好きです。僕あのソースの髪型、僕はスーパーサイヤ人から来てるんですよ。知ってるクラウドとスーパーサイヤ人のゴアドライで完成したんでしょ。ちょうどすごいよく覚えてますね。よく覚えてますね、本当にね。ちょっとずつ立ててたんでしょ。最初メイクさんに僕が髪の毛ツンツンで、僕これやっていきたいですって言ったら、こうやって頭をドンと押さえられて、これくらいじゃない、いや、ダメ、もっとかな、もっとかなってこうやってやられて、めちゃめちゃこうから始まって、でも俺はどうしても、だってスーパーサイジみたいな髪型できるってもうバンドマンくらいしかないですよ、僕は。だから僕は熱いこの勢いで役を改めにちょっとずつ角度を立てていって、ようやくゴア体側にかけて完成していたっていう、その話をよく覚えてましたね。いや、そうだし、ずっとこうやってやってたしさ、やってました、やってましたこっちから見ると随分髪そんなにこう若者がこうやっていじいじしてる、あとよう俺のことポンポン叩けてるくらい慣れてるからいいんですけど、その自然すぎてすいません。
もう全然いいこと全然大丈夫ですよ。2回復帰そうでも怖かったですよ、メイクさんの話ですさすがですよ、面白いです。さっきまで僕の人生より長いじゃないですか37年間で僕より年上ですから、もうもはやもう芸歴が僕よりも上にいって言ってるっていう、聞く力すごいわ、いや聞く力関係ないこれただのツッコミだありがとうございます、はい、はい、ということで、はい、まあ、芸能界にねどういう風に生き抜くかみたいなところを皆さんねご覧いただけたでしょうか、まあ、縦と横のねこれ大事ですよ、あと常識をぶっ壊していくこと、これで初めて成長ができていくと、まあ、そういうことですね、はい、ということで本日はありがとうございました。長いな一部だ チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。